赤くなったらよくないそして私映ってないですね。知ってます。喋らせて。消えない。知ってる知ってる。いや汗かいてきた。ドリームキングダムムンディレノバーティオの三姉妹と孫ムンディ。めっちゃ熱くない。やばいちょっと。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイス1階、桜高校の生放送にてお送りしております。また、この放送は Ustream でも動画配信しております。ドリームキングダムで検索していただければ、この空間がじゃあ始まります。いただきますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。実の三姉妹コーラスユニットムンディレノバーティオがお送りするムンディレノバーティオ姉妹でなごムンディ、パーソナリティ長女のジュンと次女のアイシャと末っ子のはじめです。この番組では私たちムンディレノバーティオのコーラスワークを生かしたオリジナル楽曲を交えながら、実の三姉妹によるのんびりとしたトークでリスナーの皆さんに和やかな時間を過ごしていただきたいと思います。はい、そして本日はなんとゲストにお越しいただいております。わーい、私たちと同じようにですね、実の三姉妹で活動している3つの姿に舞うと書いて三姉妹さんです。バラエティダンスユニット三姉妹です。長女のあみです。次女のましゅです。三女のあいかです。私たちは本物の三姉妹で活動をしています。夢はアリーナのステージに立つことです。漢数字の3に姿に舞うで三姉妹、ぜひ覚えてください。よろしくお願いします。三姉妹だけど全然毛色が違う。毛色が違う。三姉妹ですって言った瞬間のちょっとやろう、やってみよう。いいよ、できないからいいよ。気が合うから。気が合わないからねこっちは。今日ムンディ三姉妹はセーターというところまでは気が合ったけど、純ちゃんは色を間違えた。純ちゃんだけ白のセーターを着てしまった。爽やかに行こうと思って。あ、でもそういう時あるよね。三人お揃いのもの持ってるのに、二人がお揃いで一人だけ違うからあるね。そういう時はだいたい誰が違うとかあるんですか？うちの顔だったらだいたい純ちゃんが違う。決まってはない。決まってはないですね。誰かしら。はい、ということで今日は六姉妹でしていきます。もともとなんだろう、何で出会ったんだろう。ツイッターで三姉妹同士でライブをやりませんかっていうお誘いをいただいて。私が把握してるのだと、お客さんがいて、そのお客さんがそれぞれムンディのライブにも来てくれてる、三姉妹のこともライブで見てる、で実はってすごいうちにね言ってきたの、三姉妹っていうユニットがいるんだよ、実の三姉妹なんだよ、そうなんだ、いつかライブは一緒にやるとこ見たいと思っててって言われたのが最初なの。そしたらその人がオファーっていう、その人がブッキングしたってこと？いや、ブッキングしたわけではないけど、その人が紹介してくれたの。そう、ムンディのことも実の三姉妹でやってるムンディっていう人たちがいて、でそっちでも話をしてくれてたみたいで、それでライブが実現した。じゃあその人ぜひツイッターで今名乗り出てほしい。誰だ？でそれでムンディの方にメールをいただいたはず。確かそうですね。確かライブ一緒にやりませんか？知らなかった。知ってました？なんかうっすら、私だけかな、知らなかった。そうだったのか。そう初めましてでツーマンでしたもんね。あ、そうだね。三姉妹ツーマンをして。で、なんか初めての人とやる時って絶対緊張するのにも空気感が同じすぎて、姉妹だなと思って、やっぱ楽屋こうなるよな。本当思ったそれ、うん、なんかいいとこ感あるよね。ライブの後にみんなでその場でハンバーグつついたりとか、この間肉じゃが食べたりとか、親戚の集まりみたいな、そうですね、正月みたいだった、うん、よかった実はそんな裏話なども交えながら進んでいきたいと思います。はい、ではこんな6人のね、姉妹で今日も和やかにお届けしていきたいと思います。はい、それではここで早速1曲お聴きください。3姉妹で光プログレス。ありがとうございます。今ここ見てたはずなのにマイクこうやった瞬間に目線がこうなっちゃって、だからここに置いたんだよ。気が合わない普通この時1は右じゃない目指しててっていうところちょっと話した方がいいです。いや右だと思うじゃん。でもね、自分が揺れる場だと右だと思うけど、お客さん側にいると演者が右に揺れるのを鏡で真似できないから一緒に左に揺れる。あ、この間さ、全然違う話だからやめよう。レイナの夢はレイナのステージに。皆さんこんばんは。私もいます。映ってないけどちょっと話すことって中に足りないな。こんな感じじゃない？肉じゃがの話。こんな感じじゃない？今日は6人でお届けしてます。こっちは YouTube。あ、こっちははい。YouTube には全員入ってるはずです。今 FM で生放送してるんですけれども、Ustream でも配信してるし、YouTube で見てくれるお客様もいるので、この時間も何か告知とかがあれば、ぜひ。はい。三週目です。もうずっとね。引っ張ってさっきからね、押しちゃうのこれが。出しとけば。どっちでもなんか他のから入れたいとかあれば。はい。はじめちゃんだよ、ジングルを。ジングルの前にまた喋るんです。お聞きいただいたのは三姉妹で光プログレスでした。ゲストのコーナー。ということで、先ほどからゲストのコーナーなんですけれども、このラジオ YouTube とかユーストでもご覧いただくことができて、メガネかけてる方がムンデです。あ、そうです。確かにすごい。Gジャン着てる方が三姉妹です。わかりやすい。わかりやすい。はい、最初の自己紹介で夢はアリーナのステージに立つことですと三姉妹さんにお話をいただいたんですけれども、どこのアリーナですか？まずは横浜に何かゆかりがあるとか。いや、なんかゆかりがあるわけではないけど、なんか自分たちがこう結構ライブを見に行くことが、横浜アリーナのステージが多くて、いつか自分たちも立ちたいと思って。でもそれよりあれっちかな、中野サンプラザ。中野サンプラザ。まずは中野サンプラザにまず立って、その後にアリーナに進んでいきたいと思って今。なるほど。ちなみにアイシャさんはどこのアリーナに立ちたいですか？浜松アリーナ。あ、浜松アリーナって聞いたことある？ある。程よい大きさの。そう。お客さんとの距離感もすごい近いけど、でもちゃんとアリーナでスタンド席とかもあって。なんか面白いな。あ、じゃあそこにする？じゃあ今度の妻浜松ありがとう。いいですね。ぜひ。そうしよう。やりたいですか。なんかでも意外と今喋ってみて、普段楽屋でも当日ステージでもこんなに喋らないから。そうですよね。結構なんかお互いのことを安心しきってて、あんまり喋らない。やってるとそれぞれがやっぱ持ち時間1時間とかあるし、それに向けてこう作ってるから、あんまりプライベートの話もしないし。そうですね。したことないかも。なんかすごい新鮮な感じが三姉妹さんは結成は何年なんですか？もう2010、そうです2010年。10年じゃあ今年が7年目、うん、そうですそうです、ね、結成のきっかけはなんかもともとはダンスをずっとやってて、うん、でまあなんかマッシュが突然3人でなんかやろうよみたいなことを3人ともダンスをやってて、うんうん、じゃせっかくならなんかやろうよ、そう3人でなんかやろうみたいなことを言い始めて、うん、私と愛花は最初嫌だ、絶対嫌だ、うん、なんかその前に大勢の中の一人一人だったんですよ、うん、だからグループのってことですか？グループ、なんかバックダンサーとかやったりとかさせていただいてて、うん、その中でなんか 1,2,3 みたいな、うん、いた感じで、うん、それをもう自分たちだけでやろうみたいなことを言い始めたのがマッシュで、次女のマッシュで、うん、えみたいな、私すごい嫌だって言われてどうやって説得したんですか？とりあえずやろうよって、もうとりあえずなんかやりたくて、うん、でオープンマイクイベントを見つけ、うん、これに出ようって言って、決めちゃったんですよ。あ、もうやるしかないからだから曲もカバーで、で振り付けとりあえずやって、うん、でとりあえず出てみたんです全部とりあえずでもちょっと似てるところがあって、私たちもまずこの次女の私が、次女の愛車が3人でやろうって言ったんですよ、でも純ちゃんはすぐに賛同して、純ちゃんもやるやるみたいな、やりたいって言って、でもはじめちゃんは最初出なくて、最初2人だけでライブやったんですよ。でそのライブの時に別に嫌ともなんともなかったよね、うんうん、あ、はい、はじめちゃんは、いやなんかいや私はその純ちゃんと愛沙ちゃんがやってるライブを見に行ったら告知 MC の次回の告知があって、次回は末っ子も一緒に出るんですよって私客席にいるのに、え誰のことあそうだったんだ、勝手に決めちゃったっていう。次女は行動力よく言う行動力が確かにどうにかなるみたいなところがあるんじゃないかな。うんうん、わかる。やったらできると思ってる。やったらできると思ってる。うん、なんか決めちゃえばどうにかなるっしょみたいな思っちゃう。はいはい。次女がどうにかなるのは、どうにかしてるのは。上と下の。あ、分かるそれ。ちょっと熱が入ってる。今マイク割れたんですけど。すいません。分かりすぎるそれ。本当に分かる。あ、でも渋い顔。立ち位置、姉妹の立ち位置一緒なの。一緒かも。長女は？長女の意見。なんか、わかるわかる、愛花ちゃんもわかる、うん、そのちょっと言わせたみたいな、そうなんとかなるをなんとかしてるのは多分長女と三女の気がする。できて次女はできたってなるんだよね。別に一人の力でできたと思ってないもん。もっとじゃあ日々出していこう。感謝を。なんとかしようとしない。それ困ったなーってずっと言ってる。あとさ、一個気づいたんだけど、2010年って言ったじゃん。で愛花ちゃん今年20歳だよね。そうです。だから7年前に結成したって、13歳で結成してこういうことをやってるっていうのがすごいって思って、単純にね、うん、なんで13歳で姉に突然一緒にやろうって言われたら嫌だってなるすごいよね。川崎でライブすることもあるんですか？そうですね、この前も、タワーレコードの川崎店さんでライブやっていただいたりとか、そうですね、結構ちょこちょこでね、毎月あるわけじゃないんですけど、でもなんか来てるよね、川崎の。そうですね、縁があるよね、ありますね。はい、あります。なんか私のイメージでは柏？千葉の方もライブがすごく多いなって思うんですけど、そっちが地元なので、そうなんですよ、地元の方で結構ライブやらせていただいたりとかなんで、そうですね、そんなに頻繁には来ないけどね、川崎は。そうだね。でもちょく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 バスでも柏ですもんね。あ、そうなんですよ、はい、4月9日に、はい、三女の愛花が20歳になるんですけど、この日に三姉妹の単独ライブを地元の柏でやろうと思ってます、はい、初めて地元で、はい、なのでよかったらぜひ行きましょう。はい、詳しい告知もまた、はい、また後で、はい、はい、お知らせしてもらって、うん、はい、そしたら結構三姉妹の曲って昭和っぽい曲多いなと思ってて、確かになんかよく言われるね、うん、この後流していただく曲もちょっと昭和っぽいかなって私は、うん、私これ大好き、ね、え、本当ですか？もう踊ってるところがわ、嬉しいねじゃあ聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。それではここで一曲お聴きください。三姉妹でピンクのカーディガン。カーディガンだと思う。あ、カーディガンでも音のメロディーはカーディガンだよ。ほら、アクセント辞典持ってきて最近携帯で調べられる。1個ぐらいでいや、次女がちょっともうちょっとはっきり言わないと声が小さいんだよ。近づくってなって、うん、でも今この辺で喋ってたから、近づくのが大丈夫です、うん、長女がちょっと通りやすいの声が、だから次女がなんか聞こえやすい、聞いちゃってるのどっちかって次女の方にマイク向けて、はい、うん、はい、これ曲は水さんが作ってる。あ、そうです。作詞は八木あゆみさんっていうシンガーソングライターの方です。知ってます。あ、うん。でも光は違う。そう、光は全部八木あゆみさんが。はい。短かった。当てたらもう一回言ってもらって。はい。これもあげたらやります。はい、わかりました。踊れないからイメージ乗ってるよ、まだすぐやっぱこの曲調が嬉しいのかもね。お聴きいただいたのは三姉妹でピンクのカーディガンでした。レノバーティオの三姉妹とナゴムンディ。お便りのコーナー。はい、このコーナーでは皆さんからいただいたお便りをご紹介します。1月のお題は、2017年これだけはレノバーティをしたいことです。はい。はい、レノバーティオというのが私たちメガネの方の三姉妹がムンディレノバーティオというユニット名でやってまして、そのムンディが世界、レノバーティオが変える、更新するというラテン語の言葉ですね。なので今月は皆さんから今年これは変えたい、これをやりたい、挑戦したいっていうお便りをいただいております。はい、お三方は何かありますか？今年やりたいこととか、今までこうだったけど今年こそはこれをやるとか。あ、いっぱいあるなんかまとめられないけど、うん、もっとこう三姉妹を知ってもらいたいのと、やっぱ今東京とか、あと地元の千葉とかのライブが多いので、今年はなんかもっと遠征のとこ行きたいなって思って、私も遠征行きたい。連れてってください。一緒に行こう。じゃあ私は10万で遠征やりたい。あとは今年20歳になるので髪を染めたい。染めてるじゃん。染めてないよ。染めたことあるよ。染めないでって言うので、染めないで。次やったら金髪になったんですよ。三姉妹さん、お姉ちゃんからの愛がすごく重たい。本当ですか？言われてるよ。やばい。でも私も染めたことないですかね。綺麗だもんね。茶色1回だけ染めたことあるけど、やっぱりすごく痛んでやめようって思ってやめました。じゃあ愛華ちゃんにも1回その髪の痛みを経験して1回だけだよ。1回だけだよ。じゃあお便り紹介していきましょう、はい、どれからいきますか。はい、じゃあ私から読みたいと思います。ラジオネーム金河新さゆさんから、うん、じゅんさん、あいしゃさん、はじめさん、スタッフの皆さん、そして三姉妹の皆さん、こんばんは。こんばんは。今年初の放送ですね。明けましておめでとうございます。さて今月のテーマですけど、僕の場合はレノバーティをしたいことというよりものがあります。それは靴です。もうかかとがすり減りすぎて大変なことになっているので、早く新しくしたいところです。ただなかなかこれだっていうものが見つからないんですよね。皆さんはこれは買い替えたいっていうものはありますか、ということです。うーん、確かにかかとがすり減りすぎて大変なことっていうのはさ、浸水とかそういうこと。あー、なるほどね。ちょっと水たまり歩けないとか、うん、そこまで、うん、今の三姉妹の衣装の靴がもうボロボロなんですけど、すごい踊るからいい味出てる。もう穴も飽きそう。変えたいね。変えたい。一緒だね。一緒だ。靴捨てるのって勇気いらない。靴捨てられる。わかるか。ボンボン捨てた。今ここ亀裂が入ったよ。この間6足ぐらいしてた。さよならした、うん、過去の自分の足と、うん、かかとに穴開いてるんだ。一緒じゃんね。あんたついでのパーティーをしたいもの、はい、うん、布団、うん、自分だけじゃなくて猫が3匹乗ってるから、猫だけで21キロプラスされてるの。布団がもうペラペラでプレスされてる。新しい布団買いたい。なるほど、うん、おすすめありますよ。あ、はい、してます。ブルーがスリーパーのやつ。じゃあ私もお便り紹介します、はい、ラジオネームゆうとさん。キャー、じゅんちゃん、あいしゃちゃん、はじめさん、お元気。そしてゲストのあみさん、まじゅさん、あいかさん、こんばんは。さて私が2017年レノバりたいのはマイルームです。読めなかった。体型とか体重とか腹回りとか改善したいけれども、その意見は多そうなので 2x4 とかを使って壁掛けディスプレイとかしたい、有線 LAN を壁内に収めたいといっても片付けが苦手なので、まずは断捨離からです、とのことです。やっぱり靴6足ぐらいしてないとダメなんだよ。靴6足捨てて壁にラン仕込むの。靴そこにはないと思う。そこに靴入れろよってなっちゃう。ない方ね。リフォーム自分で何？うん、自分でDIYってこと？おー、すごいな。すごい。あいしゃちゃん釘打てなさそうだもんね。釘打てる。それもどうかと思うよ。のこぎりとか釘とか。なんだろう、それ日曜でよく好きでよくやってた。ちゃんとしたところにちゃんと打てる。うん、うん、じゃあゆうとさん家のマイルームをレノバって。レノバーティをさ、レノバりたい動詞に変えてきたね。はい、じゃあ紹介できるかな。はい、じゃあレノバりたいことですね。ラジオネーム匿名希望の藤じいさん。皆さんこんばんは。1月お題のレノバーティをしたいことですが、年を取るとですね、何しようか考えているとそれだけで1年が過ぎてしまうものなのですよ。そんなこともあり、意思決定を早くするが目標でしょうか。去年よりももっと有意義な時間を過ごしたいなと思います。今年も長もんりということですね。なるほど。1年があっという間に過ぎてしまうのか。決断力欲しい。昔より決断力がついたなって思う瞬間があって、靴捨てたこと？違う。それもなんだけど、レストランに行ってメニューを即決できるようになってわかる。できない。性格の問題かも。年齢じゃないかもね。あ、性格。あと君たちも選べないんでしょって言って適当に頼み始める。ツイッターでもいっぱいお便りいただいてますね。ジョブ俺のパーティーをとか、これ読んでオーディション合格したいとか、すごい。ラーメンの大盛りをやめるとか、部屋をきれいにしたいとか。大盛りやめるの難しいんじゃないかな、うん、やめなくていいと思うということで、じゃあ2月のお題を発表してください。はい、2月のお題すごく悩んだんですけどこれに決めました、はい、あなたの理想の兄弟を教えてです。理想の兄弟、私たちもやっぱ3姉妹だし、うん、3姉妹も3姉妹だし、うん、でもその一人っ子の人とかもいるじゃないですか、うん、もし自分に兄弟がいたと仮定して、うん、お姉さんがいいなとか、お兄さんがいたらいいなとか、弟がいい、妹欲しい下だからね、そう、なんかどんな妹が欲しいかとかっていうお便りも皆さんに送っていただく、うん、はい、具体的なのも教えてほしい、うん、すごいこうガンプラが好きな妹とか、うん、一緒にケーキバイキングに行きたいとか、はい、教えてもらえたらなと、はい、あると思いますので、こちら、メールの宛先はradio@mundilenovatio.com です。詳しくは川崎 FM またはナゴムンディと検索してください。ということで、以上ムンディにお便りのコーナーでした。ムンディレノバーティは3姉妹の告知メインして、お知らせのコーナー、はい、ということで、ここからは、3姉妹、6姉妹のお知らせをお伝えしていきたいと思います、はいはい、それぞれライブをたくさんやっているので、じゃあまず3姉妹さんからライブいっぱいお知らせありますか？はい、はい、3姉妹の直近のライブが2月2日木曜日、赤坂グラフィティさんに出演します、うん、そして2月25日にですね、沖縄居酒屋川崎瓶型さんという、うんうんうん、沖縄居酒屋に初めて出演させていただくんですが、うん、これが川崎なんですよ、うん、居酒屋ですか？居酒屋にちょっとステージがあって、うん、そこで、最高じゃん。2月25日、はい、そうです、土曜日です、うん、よかったらぜひ遊びに来てください、はい、そして先ほども言わせていただきましたが、4月9日日曜日に、ドーム柏で、3姉妹の単独ライブを開催します。3姉妹単独ライブ2017扉、本日愛花の誕生日、オープン11時半、スタート12時、前売り2500円、当日3000円です。こちらもぜひたくさんの方に見ていただきたいのでお越しください、うん、そして、ブログ、ツイッター、ホームページやっております。漢数字の3に姿にまう3姉妹で検索してみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、さて、じゃあこのしっかりした告知の後にじゃあ1個だけじゃあだいぶ直近の、うん、お知らせですね。1月29日日曜日、あさって、ドリームキングダム第2部、場所横浜クロスストリート、こちらがオープン18時、スタート18時30分、チケット前売り2000円、当日2500円です。ムンディの出番が7時50分ぐらいを予定しております。日曜日ですけどお仕事がある人もいると思いますが、お仕事帰りにぜひ寄ってください、はい、横浜クロスストリートでお待ちしてます。はい、はい、その他詳しい情報はムンディ三姉妹と検索して、ぜひツイッターやブログもチェックしてください。はい、ということで本日は6人の姉妹でお送りしてきましたが、三姉妹さん普段からニコ生結構やってるんですよね？はい、ニコ生やってます、はい、三姉妹と一緒という番組をやってるので、はい、で今ねコミュニティも新しく今年からスタートしたので、うん、コミュニティメンバーも募集しておりますので、うん、ぜひぜひチェックしてください、うん、毎月第1、第3土曜日18時からやっております、うん、はい、チェックしてください。それも三姉妹って検索すると出てきますか？はい、出てくると思います、はい、ホームページにも載ってるのでリンクがありますので、はい、はい、こちらでぜひ、はいはいはい、リスナーの皆さんも和やかに過ごしていただけたでしょうか？いや、私たちもすごく楽しくやらせていただきました。1週間ぐらい寝泊まり一緒に旅行とかできるこたつ欲しい、はい、ということで、次回の放送日は2月の24日18時からです。また来月お話ししましょう。ということで、お相手は実の三姉妹コーラスユニットムンディレノバーティオ長女純と次女の愛車と末っ子のはじめ、そしてゲストのバラエティダンスユニット三姉妹の長女亜美と次女のマシュと三女の愛花でした。